みなさんこんにちはちょっとあれっすねあの本作の映画を監督しました森ですえっとスチールを担当しました木村和平ですよろしくお願いします今日のこのは配信はかなり緩くやりたいっすよねはい、うん、って思ってて今まだ あのメインの司会者の東がトイレに行ってるっていう <laughs> 始ま<る>そういう状況で始まる一分前にみんなでお手洗いに行くっていう時間がありましたけど <laughs>、はい、いらっしゃいましたパニック <laughs> パ,パニックってしまうじゃあ,あの逆に始めましょうはい、はい、よろしくお願いしますはいお願いします始まります <laughs> すみませんね、まあ、でも、あのー、緩く話せたらなと思ってたんではいそうですね、はいうん、じゃあ、ちょっと私の方からまずご挨拶をさせていただければなと思っております。えー、皆さんこんばんこばは 映画僕たちはみんな大人になれなかったが昨日から劇場公開そして Netflix で全世界配信されたことを記念して本作の監督の森喜弘さんそしてこの作品のスチール写真を担当された写真家の木村克平さんとともにゆるーくディープにお話ししていこうというオンライントークセッションになります私司会進行を務めさせていただきます映画ソムリエの東映美と申しますどうぞよろしくお願いいたします よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ,ますあの、えー、あれ今確か公式ツイッターに上げて、はい、公式のユーチューブで配信してると思うんですけど、はい。でイン,インスタライブとスペースもやってます。はい。あのー、まあユーチューブが一番見やすいそうですよね。あの、ね、お時間ある方は、はい、あのユーチューブで見てもらえると。見ていただけると、うん。 より見やすいかなと思います。公式がリツイートしすぎて、<laughs> こまあ公開2日目で、あの、はい、ちょっといろいろ。リツイートの嵐しすぎて、埋もれちゃってる情報がまみれております。なるべく頭にくるように、あの裏でリツイートしとくようにしますので。はい、皆さん、<laughs> はい、ぜひよろしくお願いいたします。ますえっとですね、コメントをね、くださった方にも、時間が許す限り、お答えしようと思いますので。どしどし、コメントもいただければいます。 そしてね、ここで今日スペシャルゲストが来ていただけることになりました。実は、舞台挨拶してたんですよ。ええ、そうでしたよね。ちょっと、拉致ってきました。拉致。お、拉致。どなたが来ていただけるんですか、監督。七瀬役の柴原敦史さんです。おー、いらっしゃいませ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 ー。は あれですね映画の話ちょっとじゃあ今回最初はいろいろ聞きたいので,そうです、ね、お二人ちょっとね、はい、映画写真の方は後で聞きたいのでと、はい、木村さんと篠原さんちょっと位置を変わっていただいた方がもしかしたらいいかもしれないですねそうですねかなりまあ今日いろいろ話しましたけどね、はい、でもそうですねいろいろそうですね,、うん、うすねもう6070人ぐらい見てますあ,ありがとうございます貴重なね土曜の貴重な70人です。<laughs> <laughs> めっちゃめっちゃテープ、死の熱ファンが集まってくることを願って。<laughs> そんな感じで、あの、ねはい、舞台裏みたいな感じでゆるくね、あのいろんな話が、逆にね舞台挨拶で話さなかった話なんかもね、はい、ここでだから言っちゃうみたいなことがあれば言ってください。あんまり舞台挨拶うまくいかなかったんですよね。あの今日、はいね、あのシネマート新宿し、はい、とあのシマ、うんま、シネマロサ池袋。はい アップリンク吉祥寺って3巻やったんですけどシネマートだけ取材が入ってたんですよテレビとかはいはいはい僕ら2人ちょっといろいろやらかしちゃって何がやらかしい大したことじゃないです大したことじゃないけどやらかしトークの方がここの舞台には向いてますえっと分かりやすく言うと僕は今日午前中で仕事が終わりだったはずなんですけど前提としてうまくいかなかったので森山さんと森監督に誘ってもらって あの二つ目三つ目の舞台挨拶も行って、そしたらも森さんがちょっとインスタライブもあるから。ちょっとやろうよっつったんですけど、で俺断って家帰ってたんですよ。でちょっと、ロッキーバリーにトレーニングしながら、そこ通ったら。生卵食べながら、収録してたから。でも、ごめんなさい、舞台挨拶良かったですって来てますよ。おお、いかったです。ありがとうございます。七瀬最高でした。ってコメント本当最高なんですよ。素晴らしかったです。 でロッキばりに生卵を食べてそっからそれ拾いますでこっち見たらやってたんで参加させてもらいましたえっはい近所ですよねまあまあ近所なんですけどちょっといんですけど近所をちょっと偶然散歩していたらってことですねなるほどでも通りかかって見かけていただいて運よく入ってきていただけるというっていうあの森監督が慣れないこういう収録の演出されたんでそうなんですよなんかこのイベント自体 森柄さんと僕でやろうやろうって言ってやってはい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 めちゃめちゃ手弁当なんですよね手弁当の割にいい<や>いい回だと思う、まあ、いや私もね、まあ、それ聞いたんですけど、ね、この場自体いいっすよねとってもいいんですよちょっとどのくらい今見せれるかの背景わかりますこれ木村さんが撮ってくださったスチール写真がいやこれ本当にすごいっすねすですえ、しなさんどこにいますいた さっきなかったですけど入れてもらったんですかい<や> <laughs> ありまいたいと僕は本当にあのスチールの世界って僕すみません僕詳しくないですけど <laughs>、えー、<laughs> 映画の現場いると現場でこれ撮れてるってすごいですねあ,ありがたいですねやっぱりなかなかね現場ってうわーってしててみんながどうしようああしようとか <laughs>、えー、要するにムービーのために あのね、それを優先してうどうしようってちょっとでもいいものになるようにって話してる中で。うんうん このスチールが取れるってすすごいですよ、ね、スチール優先でやってるわけじゃないですからねだから今回、それは結構素晴らしい、どんどんだから映画が盛り上がっていくこういったスチール写真のおかげで SNS でもねどんどん話題になったりですとか新しい映画宣伝の,この形を木村さんがどんどん作っていったっていう感じがしますねいいすここまでスチール素晴らしいと、はい、でそんな感じでこういったところもあればちょっとこ,こっちの映れるの映せるのかな。 もううちちょっっとにななゃかこちらの場所、ね衣装とかも展示されてるんですよね今、場所だけで説明すると奥渋にあるスタイルデパートメントというアパレルちょっと俺、家近いって言言わないでよ、そっか、大丈夫、大丈夫、大丈夫、どうどうだ、どうだ、どうだ、いうところで、ちょっと期間限定で2週間で、ミュージアム。 ショップショミュージアムストアですごめんなさい間違えましたミュージアアムストアをやってて、うん、こう映画の,あの写真牧村さんが撮った写真展だったりとか、うんまあ、いろいろそういうちょっと関連今ここに映ってる関連グッズ90年代グッズだったりっていうのを展示したりしてるんで,んで結構自分で言うのもなんですけど、うん、映画見たら結構満足度高い場所だなって思って,入って,きて入ってきた瞬間にこちらのお店にもう映画の世界と。 現実ががリンクしししているような感じまたでも、ねね、今こ,こことかに置いてあるのあ後で細かく説明しますけど、うん、墓地料で買ったやつとか90年代のあと、まあ、萌衣柄さんの関連書籍だったりとかそういうものがいろいろ展示してあったり、まあ、あの中には買えるものもあったりするんでぜひ遊びに来てもらいたいなっていう。<laughs> 映画の話ででもしますすかそうね私、最初にちょっとだいぶ前の段階で見させていただいてからこの映画はい試写会で見させていただいてまだ公開して、まだあれなので劇場でも見る予定なんですけどネットフリックさんのもうでも合計今5回ぐらい見ているそんんな見たですかはい本当にも映画ソムリエをやらせていただいてて毎日いろんな作品を見てるんですけどに映画ソムリエってどういう仕事なんですか い,いいんです私の話は <laughs> いろいろ、まあ <laughs> ね、そういうふうにあの誰かに会った映画を連載とかでワインを紹介するように映画を紹介するっていうこれはこういう気持ちの時に見てくださいっていうのを必ず記事に入れるようなテーマでの仕事させていただいている身なんですけども、うん、なんかこの作品本当にもう言っちゃいますずるいなと思いましたずるい映画だなと思いましたっていうのはもうどこまでもパーソナルで個人的な思い出を綴っているのに、うん 気づいたらなんかもう自分がスクリーンの中にいるような感覚になってしまって出てこれなくなってしまったんですよねそのくらい惹きつける音楽も映像もそれこそちょっと出てくる写真ですとか切り取られてる言葉ですとかそういったものが生きたものとして自分のも血肉になっていくような作品で結構ね本当に余韻がしばらくたってからももう抜けなくてなんかもう。 いろんなであのあもうねいろんなところで皆さん言われてるけど今いる自分ってなんか過去とつながってるんだなって結局最後自分自身のことを肯定できてちょっと好きになるんですよねそういう気持ちにさせてくれる映画久しぶりだったのでなんかちょっとセラピーのような時間でもあったり本当に癒されて感動したし。 なんか胸が今、いっぱいなんですよね、このことを話すと、まあ僕ら、頑張ってよかったですね、頑張ってよかった、<laughs> いっとね、そういうふうに救いになってる方、ねまあね、たくさんいると思うんですよね、どうでしたか、現場の雰囲気ですとか、はい。うう感じなんでで監督の印象で言うと まあもちろんこの台本いただいて、あのー、最初どういう人なんだろうと思って構えて打ち合わせに行くんですけどなんかそれは森監督特有のことだと思うんですけどもう何度か打ち合わせしてるとなんか学生の頃に自主映画から一緒にやってきた仲間でいよいよメジャーに行くぜみたいなこれだけは見せれねえぞみたいなね。 集大成出すぜみたいな、ね、僕初めてだったんですけど、えー、なんかそういう雰囲気で昔から、まあ、僕の方が年下で1個先輩なんですけど、えー、でもちろんね CM ではとかミュージックビデオで活躍されてる方なんですけどでもこうなんかこう映画監督ね、まあ、場合によっては、まあ、皆さんのイメージで言うとですよ難しい方もいらっしゃるような感じするじゃないですか、えー、でもなんか森さんはこう本当に学生の頃から一緒にやってきてでちゃんと。 積んできたものをこれからメジャーで表現するぜっていう、なんかそういう、いずっと一緒にやってきたのう気持ちにさせてくれる監督でしたね。なんか,、はい、なんか最初に篠原さんと、まあ、あの制作会社の会議室で会って、はい、正直、この脚本、ちょっと初監督には難しいですよねって、なんか、一言のよように相談したんですよねそうですね、普通、やっぱそれだけダサいことを最初に言う監督っていないんですよね。 僕はあの初めての監督なんですけどちょっと難しいの選んじゃいましたっていう <laughs> いやいや正直ダサいって言ったら失礼ですけどなんかそれってやっぱりそれを言える森さんの才能って僕本当にすごく大事で僕らはもちろん役者として自分が一生懸命演じなきゃいけないっていう何かしたのこう自負って言ったら大げさですけどまあなんか多少なりとも教示があってその中で森さんが最初にそうおっしゃってくれたことであ こもちろん当たり前だけど敵じゃなくて一緒にやっていくんだと要するに僕がわからないことも一緒に考えていきましょうとで、あなたが今何考えてるんですかていうことをその一言で言うっていうね何なんですかねあんまですかいや、でも正直原作皆さん読んだと思うんですけどあのそうですよねあののそそう、う、原作でもこ原作 いいじゃないですか、はい、なんかまあ萌が柄さんのマジ文体っていうのが素晴らしくて、はい、あのうん <laughs> 本当だ付箋だらけ <laughs> でもこれ映画化するの正直難しいなと思ってでしょうねこれはだから、うん、マジで悩んでたんですよね <laughs> 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 ア,アイディア募集っていう感じがすごかったんですよねあ<ー>、うん、まあ、ある程度 プロットなり脚本できた段階で篠原さんはにはオファーしたんですけどやっぱすごい悩みましたねでもそれ難しい分森山さんがやってくれるって聞いた時はいけると思ったんですかいや思いましたねあのまあさちょっと東出君がスタッフの試写の時東出君とか森山さんが一緒に見た機会の時にちょっと東出君ん こそっと話されて、あのー、森監督、初監督で森山未来主演っていうのは宝くじに当たってのもんですよって言われてあ,のあなたは相当素晴らしい運を持ってる方ですっていうぐらいやっぱ森山未来っていう、はい、いや、森山未来って本当すごいんですよ、なんかで,もでも本当にすごいなって思ったし、ねまあ、もちろんこれから見た方も あのまあ、もし見てくれた方とかもいたら本当この映画の森山未来さん映、まあ、ってるものも相当素晴らしいし、まあ後で細かく話してたらと思うんですけど裏側の森山未来さんっていうのが引っ張ってくれたとこもあったんでやっぱ一番の勝因は森山さんに頼めたってことかなって思いますけどね。まあ本当まあ、だらけ まだ買ってもなんでもなでいし皆さんが見てもらってやっと勝因になるんですけど <laughs> ここ <laughs> 本当に森山さんに頼めたっていうのはすすごい大きかったでね本当にね、役者盛山さんのもう素晴らしいですしもう役者一人一人が東京という街にいる誰かみんなが知っているような誰か演じてくださっていて本当に全員でアンサンブルを奏でているような。 私七瀬のような友人はいないんですけどどうしてか自分の友達のように感じたんですよねそうですか本当にそういう風に感じたのはああやっぱりあの篠原さんの役作りの部分だったりあ<ー>あの七瀬って役所ころはもうね見た方はね分かると思うんですけど本当に非常に重要な、まあ、最初もそうですしねラストの方の重要なシーンでもねあの森山さん演じる佐藤に気づきというか。 あの与えるというかふっと化学反応を起こすような役どころだったと思うんですけど七瀬の人生の難しさあると思うんですけどねねどういうふういにうそです、ねまあ、もちろん、あのー、森山さんが、ね、演じた、えー、25年ですかね、えー、25年期間僕も演じさせてもらって、まあ、彼の役作りに比べれば相当霞みまくりますけどでもまあうーん。 なんすかね。まあ、細かいことはいっぱいありますけど、心持ちとしては七瀬を演じながらずっとこう佐藤に。なんかこの人笑わねえかなとか、<laughs> この人が喜んでるとこ見てえなとか。なんかこう演じながらそういうことを、まあ、森山さんないし。森山さん演じる佐藤に、そう感じながら演じてたっていうところはありますけどね。恋してた。そうですよね。でも役者がそう思えた時って、すごくわかりにくいかもしれないですけど、相手。 がそう思わせてくれたんですよ、ね、だから僕がそう思えたってことは<ー>多分七瀬トの役としてはうまくいってるんですけどそれって相手がそうしてくれたんですよね。だからそういうことを、まあ、別にあのもちろん森山さんもそうだしあの僕で言ったらすーちゃんなんかもすみれちゃんなんかもワンシーンワンシーンていかのレイニーの時代しか一緒じゃなかったんだけど彼女なんかもそうだし。 あの本当にそういうことを感じさせてもらえる俳優に恵まれてありがたいかでですすねね本当そう今日、ちょっと舞台挨拶でも話したんですけど、はい、あの本当に人時代に描かれているシーンって本当瞬間的なもんなんででも、俳優部の方はその一日だけパッと演じればいいっていうもんじゃないっていうか。うん そ長い年月をある種加味してそれをやらなきゃいけないっていうのが実はなんかすごい俳優にとっては結構難しい作品だったのかなってなんか今更気づき公開してから気づきましたそうですねはっきり言うとこんなに難しい役の作り方っていうのはないですっていうことを森山さんとかはあの立派な俳優なんで言わないので僕が言います、本当に難しいですこれ。 <laughs> <laughs> です僕だけじゃなくてあの、まあまあ、森山さんがもちろん一番大変だ森山さんそうだし<ー>でも東出君もそうだし、うん、みんな実はそうで、うん、でも逆にそれをあのこんなふうにやりましたとかこんだけ大変でしたっていうふうに見てる人に思われたら僕たちの仕事としては成立しないので分かりやすく言えば見た人たちが楽しいとか面白かったとか っていうね,ね僕はこの映画の一番の魅力っていうのは、はいまあ、コメント欄も書いてるんですけどこの映画見ながら自分自身の映画が頭の中で同時に上映されるっていうのが、はいうん、僕はこの映画の一番の魅力だと思うんですよね、うん、あのいろんな見方あると思うので自由なんですけど、はい、だからそう思ってもらうために僕らは何をやったかとかそういうことがわからないように準備するっていうことだと思うんですよね。うん、でそれをを主演を筆頭に まあ森監督の演出とか、まあ、あと、立たせてもらったロケーションとかあれもロケ場所1つで全然雰囲気違いますからねそれはもうすごいスタッフの方たちがもう死ぬほど探して <laughs> 許可を取ってその段取りしてくれてとかっていうだから本当そういう意味でも、うん、なんかいろんなことがうまくいったんじゃないかなっていう,ふうに思ういもう本当に時間の宝ぼっこみたいな作品ですよね。 なんか私こんな映画見たことないなっていうふうに思いましたねなんかこんなにパーソナルなことを描いてそれを遡って普通の人の意見それこそね普通って言葉がたくさん出てくると思うんですけど人生を横で見てるだけでなんかこんなに自分のものとして受け入れていくんだっていうふうになんか自分と彼らの人生気づいたら並走してるんですよね。これが本当の 映画体験なななんじゃいいいかなっていうふうにありがとうございますあでも本当に脚本丸、まあ、2年半ぐらい脚本ずっとやってたんですよ。2年半まああの<や>まあ企画が成立しなくねもちろん Netflix っていうものに決まる前の段階とかもあったんでであの、高田さん高田涼さんっていう脚本家とまあそうですね、まあ、今からすると3年前ぐらいから脚本始めて。うんうん でまず、高田さんもあのこの原作を読んでくれてきあの好きだけどこれやるの難くないっていうのは正直あってで僕からこう遡り方でやりませんかっていう話をしてあ、はい、あの韓国映画でペパ「ペパーミントキャンディっていう映画がイ・チャンドン監督のそういう構成だったんで、まあ、それを参考にこういう方向ならこの映画消化できる気がするって高田さんにアピールして。 そしたら高田さんも乗ったってなってくれて本当に2年間もうずっと脚本作ってたんででも本当になんかその、まあ、篠原さんおっしゃるようにやっぱ原作の魅力でもあるじゃないですかそのちょっと読んでるうちに自分のストーリーになっちゃうっていう,う,、ね、うこの感覚をどうやったら映画化できるんだろうっていうのをすごい悩んでてで高田さんとまああのぼることによってなんかこう一つの機能 枝葉を一つずつ張りい,いくことによって一人の人間の人生みたいなのが見えてくるっていうことにまあ2人でかけてでそれをずっとやってましたねだからまあおっしゃる通りそれは本当最初の狙いでしたねまあもちろん原作の魅力でもあると思うしなんかあのここまで名言がお名言というか捨てきれないような言葉がいっぱいあるじゃないですかどういうふうに最終的には言葉選びですとかあのチョイスされて なんか僕らがあまりにも没頭しすぎて、えー、まあ萌柄さんとはあの僕すごい仲良くさせてもらってるしいろいろ話させてもらってるんですけど僕と高田さんがどっかで原作ものじゃなくなった瞬間があってだからなんかベースとしては原作のもあるんですけどまあよくある話で勝手に動き出してったんですよねだから見比べたら結構構成もまあもちろん構成は違うし結構足した言葉抜いた言葉っていっぱいあるけど。 なんかまあ本当に原作が動きなんか原作ものじゃなくなった瞬間がありましたね、うん、ある種、その萌のがらさんが作られたものから脱却したところがあったんです,、ねそうですね、でも萌柄さんのやって、うん、なんかすごい共感できるじゃないですか。ってことはなんか意外と自分ぼ、まあ、わかりやすく言うと僕もあの近い映像の仕事うん、うん、CM とか DV とかの仕事をしててテレビ業界と CM 業界とかの差はあるけど。 まあまあ同じ感じの感覚を持ってたんでうん、うん、じゃあこういう経験とかああいう変なやついたよねとかそういうのを高田さんと延々話して、うん、脚本を作ってきましたねどうですか原作と脚本を読み比べて感覚的にうんまあだから原作が原作の面白さがあって 脚本は脚本でやっぱ高田さんのこうなんかこう人に対する思いっていうかあのまあ原作もそうだけど高田さんの脚本は特に登場人物全員に描かれてないところでもその人たちにはその人なりの事情があるんだって思わせるあのところが僕は一番好きでだからすでにこう脚本で立体的なところをねまあさらにこう演じてみんなで作って。 どうやっててて立体的にししいいくのかなっていう楽しみがすごいありましたねあとうん、うん、全然関係ないですけど、うん、僕あまりこういう機会ないんであのスチールの木村さんに伺いたいんですけど<え>あの現場で、はい、スチールカメラマンから見て、はい、この現場ってどうだったのかなって思うのは、まあ、さっきも言ったんですけどやっぱこのスチール見て。<laughs> うんはい あのちょっと見てる方たちあの分かるか分からないですけどこうスチールっていうのはいわゆる写真ですねで映画というのはもちろん動画撮ってるんですけど写真撮りますって言ってみんな、ね、こうセット組んで止まって撮ってるわけじゃなくて僕らが普通に映画を作りをしてああだこうで言ってる中で、えー、と比較的優先されない中ですっとこう入ってきて僕らが言って 一番いい表情してくれるところを撮ろうとしてく,れくださってるわけじゃないですか。はい、でなかなか僕ら現場の人間スチールの方と話す気もなくてす,、ね、すみませんもういきなり申し訳ないですけど僕ちょっと、ね、本当に短い時間で撮られてるってことですよねだからワンシーン撮影して、はい、ちょっとスチールもらいますって言って3分ぐらいですよね多分木村さんの時間二3分, <laughs> 3分だからこうスチールの方とあんまり話す機会ないですけど スチールカメラマンから見たこの現場の印象とか、はい、森山さんとか僕ら俳優陣の印象とかなんかそういうものがあれば僕伺ってみたいなと思ってとにかくすごく写真に対して皆さん理解がある現場だったなとはっきり思いますねあ<ー>、まあ、別にいろんな組によって本当、まあ、やっぱ監督によって現場の空気が全然違うじゃないですか、うん、森さんがまずすごい写真に理解があって、うん、写真が 映画の宣伝においてすごく映像と同じように大事なものだよっていうのを分かってくださってる方だったのでなんかそのそれもあったから絶対この作品はやりたいっていうのがあって、うん、でいざ現場が始まったら森山さんはじめ皆さんがすごい多分僕の意図をすぐ分かってくれたところがあるというか、うん、なんかそのこの作品で多分一番僕が重要視してたのは現場写真は撮らない、うんね、場現場写真場面写真は撮らない、うん っていうことで<ー>映画のスチールって普通は、まあ、映像を撮ってる瞬間をお芝居を切り抜くように場面写真を撮るものだと思うんですけど<ー>僕はなんかそれの必要意義にずっと疑問があって<ー>今ってもうほとんどの映画が 4K で撮られているし<ー>一番いいポジション映画を撮影してるポジションは映像のカメラがいるんですよね。だからその横で自分が まあせっかく読んでもらってやるなら何ができるだろうって考えた時に場面写真ではなくてなんかそのお芝居に直接関係がないかもしれないけどなんかその前後を連想させるような時間の延長にある写真みたいな役の延長にある写真みたいなのを撮りたいなっていうことでプロデューサーの山本さんと監督と話して始まったことだったので。 森山さんとも最初共有して撮り始めてっていうそれをすごい皆さんが分かってくれてたというか、うん、本当撮らせてくださったって感じですへえ補足するとああのまあ見てもらった方は分かると思うんですけどちょっと写真を使った演出があるんですよ、はい、木村さんが撮った写真をいっぱい使うような演出があって、うん、でそこの演出が決めてたんでいわゆる場面写真じゃなくてちゃんと本編で使うんで。 なるべくいっぱい撮ってっていうのが出たんですけど、ね、でもこれ見るともちろん本編の写真もありますけど、うん、まあ手前見せるんですけど僕なんかもそうだしすーちゃんなんかもそうだしこいわゆるお芝居とはあんま関係のないですでもこれで物語をこう想像できるって、うん、そうなのよ,よりなんだろうこの写真のおかげで保管して自分なりに解釈が増えるというか映画のねその 解釈が増えるってすごく見てる方からすると楽しみがありますしより作品に奥行きを感じられるきっかけになると思うのでこのアプローチってとても新しく素晴らしい、まあ、あの今回、結構、えーあの、宣伝部とかが頑張ってくれて SNS を結構早めにスタートして、はい、で木村さん撮った写真をどんどん上げていったんですけど、まあ、その時別に個別のキャラポスター作ろうなんて決めてなかったですよね。 <laughs> 奇跡がだから <laughs>、ま、なんだろう本当こういう使い方を映画のお仕事でしていただいたのが初めてで、えー、それが本当にすごい効果的だったと思うんですよ。んなんか自分もこう使ってもらえるとは思ってなかったしでもそれが本当多分もう本当一番いい形で。 スチールというものを活用して宣伝してもらえたなっていう、うん、ちょっと僕も潜在写真に使わせていただこうかしら <laughs> あ,あこれ <laughs> 今後はあのあねこれ大丈夫ですか<僕>だいぶ逆限定しちゃうけど大丈夫 <laughs> でもねいい,<笑><笑>いい写真だよねこれで送っといて、うん、ご本に現れたらめっちゃおもろい <laughs> なんかあんまりこう言いにくかったらなんですけど木村さんから見てはい こうまあ、あえて言うなら僕はこの,作品あの僕この写真好きだとかっていうのとかあるんですかあまあもちろんねどれもいい,いいですけど。 確かにちょっと聞きたいですねかこんだけ山ほど撮ってだって実は現場にもいていわゆるさっきおっしゃった場面でもないところも撮ってるわけじゃないですかはいはいはいだから実は僕らがこうやってわーって喋っても実はそれ何が起きてたかっていう空気感とかあいつとあいつが揉めてたぞとかさ大体木村さんがあの困ってたぞみたいなねあとでちょっと話してたら面白いなと木村さんが「スチールです」って言うと僕とか次のカットのこと考えにタバコとか吸いに行っちゃうんですよね そうだったんですね。あのまああのムービースタッフは次の準備しちゃうじゃあどういった写真を撮られているかが現場ではわからなかったってことですか？まあそうです。木村さんがや僕が勝手にやってたところがあるので、なんかあのバトンタッチって感じですね。なんかあります？どうでしょうね。あれ好きだなみたいな。この自販機前のスーちゃんと自販。 そうあこれこれですね。これなんですけどとど,どうだろう宮島奥野さんあ,あ奥野さんね。とかのはすごいあ,あ奥野さんはかっこいいっすよね。覚えてるな。奥野さんなんて結構クランクインして二日目ぐらいですよね。これ確かそうでしたっけ。 奥野君かっこいいですねクランクインして2日目でんで俺ら薬剤映画撮ってるんだろうみたいな空気で一緒になったけし映画撮ってるぞみたいな空気全部銃声がいいね奥野君もそうだしさっき話した松浦雄也さんもそうだし松浦はあるのかやでも今回ねそういった日本映画のバイプレイヤーっていうか僕の先輩だったりあ篠原さんはレイニーっていう そこには結構のね日本映画を支える名脇役たちがいたりそこの中に実は名監督がいたりとか,り <laughs> なんかそういうのを見つける楽しみってそうなんです今まさになんかそうこの作品2回3回見ることでより噛み締められるところが今言ったお客さんのレイニーのお客さんもそうですしです、ね、例えば文通のシーンとかの手紙の内容。はい もうそうですし、ね、なんか細かく見たいところがたくさんあってなんかさっき舞台挨拶で森山さんがあの文通のところで口ずさんでる曲も森山さんなりに役としてちゃんとこ,うこだわって、うん、多分誰も聞こえてないと思いますけどとかって言ってたんで、えー、みんな細かいことやってる、ね、もう本当そういうことのオンパレードですね。うん、だからこそあの本当に 皆さんが見た方が自分事ができるんじゃないですかね上っ面だけじゃなくてそういう細かいところがあるからこそ自然とこの人こんな人だったんじゃないかなって想像するきっかけがミルフィーユみたいにこうやって積み重なって積み重なってこういうみんなの物語になったんじゃないですかね。木村さんにに個、はい、純粋に映画見た感想聞いていいてですか もうあのカメラマンとか関係なく純粋に見た感想、視者で見た感想。確かにこの三人はちょっと年代が近いですけど、どうどうだろう。そう木村さん二十七歳でしたっけ？二十八歳。あのそう若い飛行飛行票ですか。らすいません。隠してもね。だまあ僕とまあ分かりやすく言うと十個ぐらい違うから若いまあ若い人っていうか単純に木村さんにどう移ったのかなって。多分まあ単純にその時代設定 90年代のことはリアルで体感しているわけではないのでそれは多分感じ方がどうだろうその世代の方に比べると入ってきにくい部分はあったと思うんですけど僕はあの映画はとにかく編集がすさまじくいいと思っていてであと何だろう やっぱ森山さん森,森山さんじゃ森さん森さんが今まで映画ではなくミュージックビデオとか CM とかをやられてきたっていうのがもうバシバシ出てる作品だと思うんですねなんか本当に映画見た時にあこの人めちゃくちゃ音楽のこと考えてる人だって思ってとにかくその編集が凄まじかったですなんかそれにだいぶやられましたねあこの人は本当に 今までまあ数々の MV を作ってきたもので出来上がった体がもう思いっきり入ってるなって思ってそういうところがめちゃくちゃ良かったと思いますなんか森山さんが初めて見て、まあ、篠原さんたちも一緒に見た回で一言だけ言われたのが森さん編集ま俺からしたら森山さんが見るのが結構誰が見るよりも一番の まず初めての監門で緊張してましたね監督ね、うん。だから、うんうん、彼にいまいちって思われたくないなってでまあ森山さんもまあまあ本心は分かんないけど編集マシすねはなんかすごい最大限の褒めに僕は一緒に感じちゃって、ね、本当に嬉しかったんですよねいないす。うん、なんか森山さんが喜んでたら。 嬉しいシリーズの話一つしていいですかい,いいですね現場でこの作品にもウォークマン出てくるんですけど、はい MD、がそうでウォークマンの話になって現場の待ってる時かな森山さんと話してて僕が中学生ぐらいの時にあの親父にウォークマンを買ってくれって言ったら親父が「お前にもし本当にウォークマンが必要なら耳からイヤホンが生えて生まれてきたはずだ」と。 で生えてないってことはお前の必要じゃねえ <laughs> んじゃねえかっていらなかったと「ぐーの音も出なかった」って言ったら森山さんが爆笑してくれましたね <laughs> あんな嬉しいことなかったっすけどねすみませんちょっとあの一個あの森山さんに喜んでもらった話一つね <laughs> でも彼悲しそうに、ね、してるってすごい嬉しいから <laughs> まあまあそうっすね、うん、なんか分かるそんな感じで舞台挨拶を 今日、こんな感じで僕とこのような感じが起きたのでしょうかがとちょっと滑っちゃってその滑りをちょっとせっかくですから舞台挨拶ね参加できてない方もいらっしゃると思うので二度傷を開くみたいな感じなんですけどまず僕、森山さんのマネージャーの竹重さんからすごい怒られたんですけど。はい 怒ってはないです怒ってないかちょっとあ一応どういうことですかとはまずここちょっと今完全に緩い時間ではないですけどまず映画を北皆さんにっていう時に僕がわけのわかんないサッカーの例えをしちゃったっていうなんか僕がキーパーで一緒のチームとして僕がキーパーで3年後ろから支えてでこうまあ 俳優部なりスタッフなりにパスを回して、はい、で最後にゴールは決めるのフォワードは今の観客の皆さんですよみたいな<う>ちょっとわかりづらい例えをちしちゃったんですないで,す、ね、<laughs> で,でもなんかわかんないんですけど、うん、ふわっと聞いたらいい話にも聞こえる不思議な話ですいやなんか僕いい話かなって思ったんですけどでっけやっぱ映画はあのお客さんが見て初めて映画になる。 シンプルに言いたかったんですけどそれをちょっと<う>完全に遠回しにいっちゃってちょっとゃったんでお客さんがシュートを決めて初めてこの映画が映画になるんだよっていうことを言いたかったんですけど完全そうねなんかあの <laughs> 300人ぐらいいたけどなんか僕,僕の今日あの高校の同級生が4人ぐらいいたんですよ <laughs> 彼らぐらぐいしか 僕を擁護してくれる人はいなかったです。四人いてよかったです。本当 <laughs> すいませんなんか <laughs> っていうことがあったり、舞台挨拶もね何が起きるか。で、茂えくあ萌さんじゃなくて、はい、森山さんの。森山さんはい。あの質問で、うん、森山さんって一言で言うとどういう人ですかって<お>一言でって言うと、はい、僕がまあ本当包み隠さず言うと全身狂気みたいな人ですって言っちゃったんですよ。はい これもまたなんか。結構それわかる。いや、それは。でも、わ、そうなんですよね。いや、僕らはわかるんですけど。その、完全に。全身狂気って言葉、ちょっとえぐい。強すぎ。強すぎ。その四つの映画。ちょっとパワーワードめな。ワードを選びがちなんですね。で、森山さんが。わ、これ、絶対切り取られるわって。言ったんですよ。あの、そで、次の移動の時、ヤフーニュース見てたら。 全身狂気はてなみたいな完全にこの混乱は俺が招いたなと思ってで篠原さんもね僕を助けようとしていろいろ喋ってくれて本当に記憶から消したんで覚えてないですけど <laughs>、はい、なんかこれそれをね自分のことさえできないのに人のことまで取り戻そうとしてしまって <laughs> のあのー、<そん> <laughs> ちょっと想像もできないような空気になったんですけどね。<laughs> でも,もう珍獣とか言ってましたっけ レイニーのすみれさんがいて、はい、まあこう言ってのすみれさんがいてあのレイニーのメンバーのことをっって言って言ましただからすみれちゃんってあのスーを演じたすみれさんがあのとってもやっぱ堂々とこうまあなんて言葉正しいか分からないですけど自分の呼吸でスーとしてそこに立ってられたのでそれを表現するためにあれだけの珍獣の中でねあんなふうに立ってられるのは。 風の谷のナウシカと同じ能力ですって言ったらさあって言いますいや要するに人が人がね普通の人は呼吸できない森の中にナウシカの主人公は立ってたでしょそれを言いたかったんですよね伝わらなかったきすでもちょっと言い訳していいですか全身狂気って言った時 なんでぜ言ったから、わかりますよね。でも、わかります。<laughs> ますただ、なんだろう。反応するのに、お二人のナウシカと全身狂気が。反応するのに、三点五秒いるワード。いや、でも、ぜ全身狂気言った後も、ちゃんと、森山さん、爪の先まで芝居をしてるから。それを取りたいと、僕は思うと、完全として。っこって言うんだけど、ま。あ 見出しには、ね、もう、うん、みんなその全身狂気ってワードが入った瞬間にもそのあとの森さんのフォローの説明のことばもぴシャンぴしゃってなから、った <laughs> 強すぎたんですよ、ね。まあ、ま弾いてみるとそれはありだったのかもしれないですけど、ね、でも、ある種今回、森山さんの話になりますと、21歳から46歳ですよね。うん 本当にえ私、びっくりしまったんですよどういうふうにこれ演じ分けてるのっていうのはなんかもう本当にまなざしから若者になってるじゃないですかんえなんかこれ顔の筋肉の動かし方なのって思ってしまったぐらい本当に表情、ね、あの全然若々しくもなるし今の森山さんにもなるしすごいなと。なんかそれ 見た目の問題っていうところだけで言うともちろん、森山さんに本人、嫌がってたけど必要以上な肌のケアだったりななんだっけな、まあ、もう本当、美容家みたいな人呼んできて肌の洗い方顔の洗い方とか化粧水のつけ方のレッスンから始まって、うん、そいっ美容針とか色々いろいろ。 でまあ最終的にはまあ今日、本人も言ってたんですけどあのヒアルローンさんの注射したりしたんですよ、うん。そうだと、ね、いうのは1個見た目の問題としてはそれは結構効果的でまあ頑張った回があったなって思うんですけどやっぱさっきもちょっと白原さんちょっと話してたんですけどやっぱ気持ちをそこまで持っていくっていうのが異常にこの作品重いですすよねねそうっ気持ちの積み方っていうのは森山さんじゃないか。 から分からないけど、うん、それは多分ん、まあ、逆に言うと見た目のことは分かりやすいから人前で話すだけで要するにこういう,しうことしたああいうことしたとか見た目変わりましたっていうとすごく分かりやすいじゃないですか分かりやすいっていうのは簡単だって意味じゃなくて理解してもらいやすいから言うだけで,で、ね、本当はそうじゃないところの方が相当難しいんだと思うんですけど。そうそうなんか瞳の乾き具合 <laughs>、うん とかきらきらぐらいみたいなまなざしって変えられるんですか、うん、って思ったんですよだから、うん、多分それは心の問題っていうかこう、うん、気持ちの積み方だと思うんですけどね、うん、まあそれはもしかしたら彼の必殺技っていうかね本当にそれがままあ森山さんも苦労したし、うん、こんな自分で言うのもなんですけどこんな初監督でこんな人生を描くような作品やのどうかと思うんですよやりましたけど。<laughs> やりましたけどやりましたけどあのそう終対十本目ぐらいがいいなっていうかなんかそういう作品だと思うでやっぱそれが森山さんがまあおっしゃる通りまあもちろん見た目の肌のツヤとかまああで編集でちょっとまあよく C.M. とかでやるんですけどシワ消したりとかそういうのはやれるんですけどまあおっしゃる通りなんかやっぱり瞳だったりまあ本当かある速さとかも多分違ったと思うしうん。 まあさ僕は全身狂気って言ったのはやっぱ森山さんって本当に体全身でちゃんとお芝居してるしでもお芝居をしてるっていうニュアンスじゃないんですよね。彼かららしたらやっぱ なんかやっぱ憑依させてやってる感じがするから森山さん見てたら電話かけてもらって答えてもらったらいいんじゃないでもすか電話彼忙しくて本当にあしたから関西の方のの宣伝にも行ってもらえるので森山さんと会うと照れくさくてあんまり言えないんで今日結構森山さんを正直賛辞したいなって気持ちもあっお伝えしたいですよね。 いや木村さん的にどう思いましたもともと僕は森山さんの大ファンなんですけど、うん、だからもう本当森山さんを取れるというか同じ場所で仕事ができるっていうのはとにかくうれしくてでやっぱ始まったらもう本当にこの人は体の人だと思って、うん、とにかく身体がすごい。 なあとはもう写真への理解がもう凄まじく良かったっていうか、うん、写真への理解というのはえっともう撮られてること多分どうでもいい意味でどうでもいいんだと思うんですよ彼はなんか多分何もこう写りたいとかが多分ない、うん、もちろんお芝居の中では役はやっているんだけれども自分のここを見せたいとかをカメラの前で特に多分一切してこない。 こと何もしないができるみたいな,なんかそういう次元の方だなぁと思ってだからもう僕も一切指示をほぼしなかったんですけどね取る時にはもうそのままなんかもう勘のここら辺から通じてる何かでどうにかしようみたいな感じでやってましたねそれがすごい僕もずっとまあすんごい緊張しましたけど森山さんとるのは正直うんけどすごい真っさらで良かったですね楽しかったですね、うん なんか木村さんと覚えてるのはあの部屋のシーンで,部<屋>で結構ゴミ袋に見た人はあるの、はい、で,で結構、まあそこ感情的なシーンで映像を撮るときはまあ本当に涙が出るぐらいのお芝居してもらったんですけどで僕ら終わってじゃあバトンタッチしますって言って僕、うん、うちょっとだけ覗いてたら。ちゃ ちゃんとスチーあの時は涙がわかりやすいちょっと涙がいいかどうかとかはいろいろ議論あると思うけど,けど、うん、なんか本当だからスチールだからちょっと形だけってことでは全くなかったですよね。なんか僕あの時なんて言ったんだけどまあお世話の中ではここをこうしてここをこうして最後ゴミ箱にこれを入れてっていう流れまであったかもしれないけどなんかそれは特に写真なんで。 好きに今、どうする今盛山さんだったら佐藤だったらどうするかって感じでどうぞみたいな感じで僕はもうずっとそれ追っかけてただけみたいな感じその時もああいう時間が一番楽しいですね、本当になんか、うんうん、予定してないことというかセッション的に進んでいく写真みたいなのがすごい刺激が強いうん。 ちょっっとしたドラマがあったんですねいやー本当すごい現場ですね、えー、これはね、えーあの。せっかく篠原さんいらっしゃってるから伺いたいんですけど、はい、このスチール写真もすごく印象的だと思うんですけどこの撮影されてる時は,お二人はどういういい感じでやもね僕、さっき木村さんパッとお会いして思い出したけど俺、これ多分カメラなんていうかこれ表現難しいんですけどカメラ、スチール撮られてるなと思って撮られてると思いますよ。 でもそれをすって自然にだから多分そうおっしゃってることはそういうことだと思うんですよねもちろん森山さんもさっき言ってたのはシールが重要だってことはよく分かって歌う上で飾らず撮らせるっていうのはそういうことだと思うんですけどそれは多分木村さんの現場にいるこう。 まあそういう力だと思う能力でして力だと思うんですけど僕これの時はなんかこれ見さ思い出しましたね木村さんの顔がいっしてでもシール撮ってるなと思ってパって七めでして振ってこうこれをパって加えたのは覚えてますねはいはいはいこれもなんかなんかまあ色っぽいっすよねルナシーの深夜さんじゃないっすよね。 まあ、結構似てますけどね伝わる人には伝わっている悲しみだったり孤独だったりそうですねどうでしょうかねか単純に場所がめちゃくちゃ暗かったっていうのも相まって<ー> <laughs> かもしれないけどいやでもいい写真撮っていただきいやいやありがとうございますい本当に僕はなんだろうあのー、エクレア工場,、はい、あ工場お菓子工場の お花のシーンの七瀬がすごい好きなんですね。<laughs> あそこの写真も結構気に入って、いるんですけど。<laughs> そうですね。いや。ね。いや、あのシーン本当良かったです、ね。あのシーンめっちゃ良かった。あのー。森山未來さんって、エモいって言葉嫌い、宣伝とかよく見てもらった言ってるんですけど。はい。あのー、白原さんが花束持ってるシーンに。僕んとこ来て。 このシーンエモいねって言いましたよ森山さんが。これがエモいかみたいな。嫌いってことはやっぱ好きなところもあれですかもね。ああ反動でね。僕もちょっと苦手ですけどねエモいってことは。いや僕も苦手なんですよ。だから萌えさんもそうでこんなにエモいエモい言われてる作品なのに作り手はエモいってことは嫌いなんですよ。でも何だろうエモいって エモいって何エモいって何ですか何だろうエモいっていうのはもうなんか感情がごったにしてしまって、うん、どう処理していいかわからないぐらいた高まってグッと来てる状態みたいなことで、うん、なんか私たちのちょっと大人になるほどにエモいって嫌いだと思うんですけど、うん、若い人はとてもそういう気持ち大事にしてるみたいですけどねなんかちょっと広いですよね、うん、便利すぎるなと思って便利すぎますよねかっこいいとかも可愛い,いとかも、うん よくファッションの写真撮ってるじゃないですかモデルさん撮ってて僕たまに仕事現場で自分が撮るわけじゃないけどそういう場を見て可愛いの中に6段階ぐらいありますよね全員言うんですよねでも可愛いの中に多分6段階ぐらいあってそれ俺からしたらむずいなってないはそれに結構近いっていうかなんかちょっと便利すぎてなんかちょっとその。 感想を言ったり、自分の言葉を言うみたいなのをサボっていくことにつながると僕は思ってて。そう、うまく使わないと、そうだ。宣伝さんが。 エモいとうのすごくそもそもこの原作がエモいの広まり方がそういう感じっての中にもねでもエモいってエモいだけで終わらずエモい何々エモい可愛さエモい唐突んかいろいろつながる枕言葉的なものなのでエモいで完結してるものでは私はないと思っててだからこれ見た人たちが終わった後に友達と「エモかったね」って言って家帰って。 そのの後言語化すするのを真面目に考えていいんじゃないですか友達にはエモいって言ったけどエモいの中の私なりにどういう言葉があるんだろうっていうのがそれが別にね難しい言葉じゃなくて私の中のエモいっていうのは実はあの時のあの人にずっと謝りたかったなとかでもいいし何とかちゃんに本当は好きだったなって言いたかったでもいいしあの仕事を俺は本当はもっと頑張れたかもしんねえなっていうことかもしれないですよね。 確かにすごく含みをやっぱ持ってるたくさんいろんなものをね何か僕はちょっとだけ真面目な話をするとそんなことを考えたりしますけどねうんちょっとあのそろそろ筋トレの時間なんで筋トレは冗談ですけどいやでもあのすいませんいやそろそろそですね 劇場でね<前>ぜひ見ていただきたいですしね、はい、あのこれから見る方にメッセージみたいなのがあればそうですねあの、はい、すみません、あのこういう場所に呼んでいただきましたのであの甘えてちょっと横着にフランクに話させていただきましたけどあの本当にあの盛山さん筆頭に俳優陣そして監督、スタッフ一同一生懸命心を込めて作りました。 まあこれだけね皆さん、今エモいって話題も出ましたしスチールの話も出ましたし森山さんの役作りも出ましたしそれだけあの見どころがいっぱいあるというか僕らもまとまってないぐらい注目してもらいたい点がいっぱいあるんですよね。そういう意味では見た人にとってあのきっと何かこう価値があると言ったらそうですけどまた明日から頑張ろうかなって楽しんでもらえる作品だと思います。 あのぜひ劇場でそして Netflix で見てくださいまあ補足補足じゃないや多分これ今日,今日思ったんですけどやっぱ劇場で見,、うん、見てほしいです見てほしいですよ、ね、やもう包み隠さず話すと、うん、もうずっとフィルマークスの感想とか包み隠したことがあることも,もあるんで包み隠した方がいいこともあるんで大丈夫 なんかフィルマークスま、あまあまあここ今10、105人の方に僕の本心を話しますねずっとフィルマークス見てたら映画館で見た人はもう100%なんか伝わってたり感動してたりしてネットリクスの人はあのやっぱ CM 監督だねみたいな。 とか、乗れないねみたいな途中でやめちゃったみたいな全然、全体じゃないけどやっぱ視聴環境って大事だから全然ネットフリックスが悪いわけじゃなくてなんかやっぱこの映画って最後までじっくり見てほしいなって監督だから当たり前なんですけどでもネガティブな意見言った人も頭だけは見ようと思ったんだからいいんじゃそれで正直恥ずかしい話僕、こういう仕事してますけど。 外国の作品でネットフリックスとかでね、頭だけ5分見て、うん、なんだよこれって思って、2、うん、2, 3年後に見て、くっそ面白かったとか、自分の人生にとって大事なことだったってあるじゃない。僕も,僕もめちゃめちゃそれあ、ね、それありますよね、うん、恥ずかしながらね。結局自分の、ね、<う>今の今環境とだからあの、うまくタイミングをね、マッチすればいいし、だめ、うん、でも頭の中に、 ななななんんかかいいきなり頭からあんなシーンだったぜみたみねそそそうそうそうで残ってればきっと価値があると思うんですよね。<だ>ね本当その通りで映画館のやっぱいいとこってよっぽどじゃないと監禁できるんですよお客さんを暗闇に、うん、そしてこの作品がやっぱりそのタイムトラベルをするようにブラックホールに入っていくように過去にいく作品だからより映画館がマッチしやすい作品でもありますもんねだと思いますね なので一回はぜひ映画館で見ていただいてそう,で、ね、でそうやってその文通の線ですが、うん、細かな演説も聞いているのでそういったところをの逆にネットフリックスで言うと自分一人の時間で夜中とかに見れるじゃないですかうん、うん、映画館夜中に行けないじゃないですかでも自分のパーソナルと向き合って見れるっていうネットフリックスはそれはそれで素晴らしいと思うから皆さんあの自分の,あの身体とか。 なんていうか精神状態と、ね状態ね、照らし合わせてどっちかを選んでもらったり両方言ってもらったりしてもらえたらまあありがたいなと思います、まあそれが同時公開の魅力でもあると思いますしちょっと俺が筋トレの時間っていう話忘れてたしでもそ5分ぐらい経ってる筋トレの時間はそうですけど、まあはい、でもあの、はい、あの,あの お話…あのねごめんなさい最,最初頂いてた1時間も今日舞かてさせてもらったから申し訳ないと思って1時から <laughs> 延長料発生してますもんね、うん、俺今日13時まで高速約束だったんですよ、ね、でもすごい楽しかったです本当にいやホント逆に俺こういう感じなんでホントに恥ずかしながらもういたらもうベラベラ喋っちゃうんで申し訳ないで、ね、すさっき森山さんと3人で渋谷の駅前に今メトロークスで頑張っててるんですよあ このの作品の看板がねあのさっき3人で別に宣伝部から何も言われてないのにあの3人で行ってね写真撮りに行ったんですよね。と、はい、まあ、この映画もね結果、最終的には森山さんとあの篠原さんだったからじゃあ、その今おっしゃっていた写真は何公式でアップ。 僕、なんかツイッターでアップしたけど公式からもちとやったほうがいいですね、すごい貴重なショットですね、舞台終わりのそうなんですよだから結構、すっきりした3人の表情が3人三人にか僕、どうでもいいけどすっきりした2人の表情が見れると思うんでじゃあ、本当にそろそろ、あれですね、筋トレ行ってください。でも劇場で、また僕もチャンスがあったらイベントがあれば参加しようと思ってますので、ぜひ劇場に。 くださいあ最後にちょっとコメント伝えてもよろしいですか私、寝トふりで見ましたが感動しすぎてその後すぐにまた2回目見て結果、これは劇場で見なきゃいけない後悔すると思って明日映画館で見ていきます。 これ、最高のコメントですね、や嬉しいっすね、僕を引き止めておっしゃってくれたので僕の話かと思ったら、ちょっとじゃあ的な話すね、七瀬さんにコメント来てますっていう話かなと思った俺、今、お尻、浮きかけてましたけど、いや、七瀬のもありますよ、いっと、いやす。本当、ありがとうございます、ありますね、どの時代の七瀬も表情がたまらなく素敵でした、グッときました。 まあでもごめんなさいすいません。ありがとうございます。あの本当にあの皆さんあの劇場とネットフリックスでぜひ見てください。あのなかなか普段お話しすることができない木村さんともお話する方々、木村さんともお話できたし、映画ソムリエっていうねなかなか普段あのお話しする機会もないんで本当に楽しかったです。応援していますこれからも。ありがとうございます。すみません。殿です。 すごい長引引っ張りすぎましたね。またぜひ機会がありました。ぜひぜひありがとうございました。またまた。じゃあじゃあそうですね。はい。また。じゃ篠原さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあちょっと木村さんねこっちに移動していただいてあの。 ちょっとねこのストアの,方のお話をね<あ>ちょっとお話しさせていただければと思いますうもねたくさんご説明してしまったんですけど改めてお気づきの方もいるかもですが今回のライブ配信はオクシブにあるスタイルデパートメントというアパレルショップからお送りしているんですが実は今回はこの場所で写真展や90年代展 映画の小道具展示、関連書籍の販売そして監督や木村さんも着用している映画オリジナル T シャツ販売などの映画のアンテナショップのような場所になっています監督、木村さん、こういう素敵な場所ができていかがですか<笑><笑>、えー、あ、もうこれは映画をより深く知れる場所で映画に関連してここまで、ねうんうん、ここまでこういうねーかわいい,わい,いこれ 見てください英語バージョン、うん、We couldn't become adult かっこいいですねでああ素敵いやー<や>、まあ、ドライブなるほどどちらも違う味わいがありますね,うすねこういったものも販売されているんですよね、うん、そして今日はスパイルデパートメントの 菅山さんにちょっと来ていただこうかなと思ったんですけど今来ていただけますかはい、はい、ちょっとねせっかくなのでな本当に素敵な環境なのでちょっとご案内していただくこと,とか可能ですかねじゃあ俺,俺そっちに座ろうかな、はい、じゃああじゃあちょっと菅山さんに簡単にちょっと自己紹介をいただいてもよろしいですか 篠原さんの後ちょっと出づらいんですけどさすがにスタイルデパートメントの須山と申しますよろしくお願いいたします、あのー、このお店自体は去年の実は今日ちょうど1年でちょうど1周年なんですよ今日が今日が去年のこの時間にレセプション的なことをしていて翌日オープン みたいな形な形んでまあちょうどこう偶然にもこんな日にこんな日にちょっと縁があるなとめちゃめちゃタイミングいいっすねめちゃめちゃタイミングいいっすよ狙ったかのようなそうなんですよなのでまああの奥渋谷っていうエリアにそのコミュニティだったりそういったところをえっと大事にしてお店を作っていきたいっていうことでうちのえっと会社の代表がやっているスタイルデッパえっとスティルバイハンドっていうブランドを中心に えー、セレクトをしていて、そこにえっと雑貨であったりとか、えっといろんなものを扱ってるんですけど、こっちの今のやってるスペースをえっとイベントスペースとして、この一年間さまざまなことをおだいたい二週間おきぐらいに変えてやってきてます。高ペースで。高ペースですね。すはい。なるほど。今回どのような経緯でコラボレーションするこに？もともと。はい。はい 僕は萌えがらさんに呼ばれてここに来たんですけどもともとは萌えがらさんですねあ、そうなんですね、はい、萌えがらさんは本当に1年前ぐらいにお店に来てくださってで普通に買い物していただいてお客様としてというかお客様としてはい、はい、で仲良くさせてもらって、まあ、ちょこちょこ,こう2か月に1回ぐらいこう店の前通って来てくれてなんか話したりしてっていう、うん、本当に間柄でで あの小説を書いてるっていうことは知ってたんですけどそれで小説も読ませてもらって映画もやるっていうことまでは聞いてて、はい、まさかアンテナショップになるとは本当二2か月前ぐらいですかねあの本当にお店来ていただいた時に、うん、今やってることとか話していくうちに、うん、萌えがらさんからなんかここでやったら面白そうだよねっていうので、うん、僕もなんか勝手に良さそうっすねって言って。 比較が始まってそうですねなぜか萌原さんが宣伝部とかプロデューサーに言えばいいのに僕に言ってそうですよね僕が来たんですよね、ここにそうなんですよで、なんか盛り上がってあ、この壁広いから写真貼ろうよとかまあ T シャツ作ろうよとかどんどん盛り上がってってロケ地も実は渋谷でとても近いそうなんですねなんか運命がいろんなところ運命の歯車が回った感がありますねそうですね ね、本当にね、いろんな展示があると思うんですけど、ちょっと映せる範囲でご説明いただくこと可能ですか。<laughs> かはい。ね、せっかくなので。そうですね。僕、ね、ですか。こっちの棚とかから、はい、ね。そちーーもう見せていただけますかね。はい。こっちの。目、はい、見ながらちょっとお話しいただけますか。はい。はい。えっと。 まずあのこの展示の時に木村さんの写真を主役にしてそれ以外の映画を見させていただいた時にやっぱり90年代のカルチャーっていうのがすごく僕にとっては印象的だったのであの90年代の展示をしようっていうふうに考えましたそこでえっと劇中に使われているえっと小沢健さんの CD だったり雑誌だったりとかそういうものもお借りしながらあの90年代のカルチャーを 展示していいここうというととであのデザインアンダーグラウンドっていう、えっと、足立区にいらっしゃる方であの肩書きが家電収集家っていう方がいらっしゃるんですけど偶然ちょっと東急ハンズでお店やってて会ってこういうイベントがあるんでやりませんかっていう話を本当に普通に東急ハンズで交渉してそしたら「おも面白いですね」っていう話になって、まあ、店も近いんで「じゃあお願いします」っていうのでラジカセだったりとか。 あのはい iMac だったりとかそういうののはい90年代のものを集めて展示を今してますねこれ劇中でも使ってますねあそれも使ってるんですか全く一緒の方かわかんないけどそうですねデザイン会社デザイン会社で事務所でだからね映画ッ作ってましたこれでそうですよねあれかなあれかな言わないがいいのかな 本当にいいですよ。ま軽いネタバレダッチのっていうテロップ作ってましたね。ありましたね。字幕テロップ作る会社に止められていると思うんですけど、そして私はねこことっても感動したんですよ。これとか衣装ですね。衣装展示もされていてはい。ねこれもはいちょっとあの。 アピールしちゃってるんですけど<え> T シャツは今オリジナルで作ったやつを着せちゃって,てなんですけどあのメンズの方は森山さんが着てたシャツをそのまま着せていたりとかあの伊藤沙莉さんのイメージあれ,あれ僕,僕が着てるやつですねこれそそううでですすなんですこれあの怒られるかもしれないですけど、はい、劇中ソニックユース風なんですね。<laughs> 風ですねあの風なんですよ、パクったわけじゃないです、オマージュです、オマージュですねだから、なんかまあソニックイスの T シャツをこうやってやるシーンがあるんでそれをちょっとイメージしたのと、なんかもう森監督が T シャツ作りたいを毎週言ってましたよねそう僕と萌えがらさんがせっかく自分たちで映画作ったんだから T シャツ作ろうよって。で なんか普通の映画 T シャツにはしたくないみたいな普通に映画知らなくても着れる T シャツを作りたかったんですよねいやでも両方使えますもんね普段いや着れるで木村さんのポイントれすっごく本当に好みです可愛いですよねこれよく見るとあれなんですよねまあ映画見てもらった方になるけど二人が行くラブホテルの看板なんですよここにちょうどありますよねあここにちょうどこの写真っすねこういうラブホテルの看板を着ることって ないじゃないですか。人生で多分一回もないと思いますよ。ラブホテルの看板を。このアンビバレントなものを着ている魅力、うん、すごくおしゃれですよね。でもこれ木村さんパッと見てラブホテルの看板には見えない,っす、ね、えないですね。見えない一つのアートですね。これを撮った時のことをもう忘れてるんですよ。何撮ったっけみたいな。<laughs> そして衣装があったり、こういう90年代のア,アイテムがあったり、うん、そしてね森さん今回大変。 研究されたと思うんですけど。こ,この手前のゾーン、<laughs> 僕が映画のために集めた資料なんですよね。すごいんですね。だから付箋布線とか貼ってあるんですよね。これってあれなんですかね。お客様いらしたらこうやって見てもいいんですか。あ、見、ねはい、そ,そういう観覧用ですね。もちろんです。ちっちゃくね布線とかがね貼ってあるので、森さ、うんが実際に研究されたところとか。あのその東さんその見開いてるページがやばくてこの。 90年代サブカルマップっていう、まあ、スタジオボイスちょっとよ,よくなんかもうすごいんですよね90年代の感じがこういったものもスタイルデパートメントにいらしてくだされば。 見れるっていうことでですすよねね、うん、そうですねなんかやっぱり映画ってただ見るだけじゃ、うん、でももちろん感動できるんですけど自分からこうやって能動的に動くことでそれが経験になって体験になって、うん、より自分ごとができるのが映画の楽しさの一つだと思うんですけど、うん、このお店に来るとそれが、うん。<laughs> でできるんじゃなないいかなっていう風に、うんね、で帰りに、ね、近くのロケ地を巡ってもいいと思いますし本当に素敵だなと思いましたでも本当、はい、そうですよね映画見た、まあ、僕映画作った見らして、うんはい、ここ来てうわ,うわーってなんかあの2時間ぐらい言えんなって思いました <laughs> あの、うん、そうです、ねうん、でもあの昨日始まって 2>,、うん、2日間ずっと店に僕いたんですけどやっぱり めちゃくちゃゃく一緒にテンンション上がってて話してましまた、うん、やっぱりあの見た方はすごいこう写真に共感したり90年代のカルチャーにっていうので盛り上がれて、うん、で見てない方はこれから見に行くからっていうのでで見終わったらまた来ようかなみたいな方も多かったんで本当に楽しめるイベントになってるなと思います、うんうん、ちなみにこれは何日までやってるんですかえっとこれは11月の18日 のの木曜日までお店営業時間も営業時間はちょっと細かいんですけど平日月曜日から金曜日が13時から20時土曜日が12時から20時日曜日だけ12時から19時までになってますので存分に映画館行った後に来ていただくことがねそうですねありがとうございますありがとうございますありがとうございます おいやいやでも最後に T シャツを T シャツってどうやったら買えるんでしょうか T シャツの紹介だけさせてもらってぜひぜひサイズに関しては今東さんが当てていただいたのは M サイズで M サイズが女性や女性に向けて作っていてちょっとゆったり着るようなイメージです。あの イメージ的にはあのデザインをした時にはあの90年代のこう古着にありそうな T シャツ、うん、でこれが10年後20年後に古着として扱われてほしいなっていうぐらいのイメージをしていてサイズ展開は MLXL の3サイズですねそうですね着ても、うん、でいいもて、ね、表のデザインも特徴なんですけど、うん タグが良かったですね、これ、うんはい、タグにはみんな大人になれな逆さも、ま、逆さも、ま、だったか、ごめんなさいでも入ってるんですよへ、うんえー、そこもあの普通の映画 T シャツではあんまやらないことをやろうっていうところでうんうん、うん こだわって作りまはいこれはあのオンラインストアの方であの受注販売になってますのでああそうですねこちらで試着あああで劇場あ劇場は舞台挨拶の日限定で本当に少量だけ今日だけってことか今日あとアップリンクですと今日だけですかね、うん、吉祥寺だと。うんうん 売あんじゃないですか、T シャツがめちゃくちゃ可愛いっていうね、コメントをいただいてるので、そうですね、アップリンク、京都が明日ですね、あそっか、明日舞台挨あそっか、アップリンク吉祥寺と、アップリンク、京都、そうか、じゃほどょっと、京都に行く方はぜひ、京都に行く方、そしてね、オンラインでもぜひね、チェックしていただければと思います。でもはい 僕、E.T. の映画 T シャツ持って,て、はいてあんな感じになってほしいなってなっていくと思いますね時間がそうする気がする本当に可愛いっすよ、ね、2二3 0年後が楽しみですねですこれ。本当に可愛いです 岩井さんもぜひえ、本当にちょっとどっちにしようかわくわくんじゃない <laughs>、ね、どっちにもちょっと違う世界観の良さがあるので、うん、そうですねありがとうございますいえいえありがとうございますじゃあ瀬山さんありがとうございましたいい来ていただいてあり,いありがとうございます,とい,ますということでねあっという間ですよもう今何時だと思いますか 全然まだ十時半に戻りますね、俺。この配信だいたい十一時ぐらいまでかなと思ったんですけど、なんともう二十二時四十七分に。あ、あと十分ぐらいじゃないですか。そうなんです。なんか結果でもこの後木村さんと写真の話をとか、企画書には書いてあったけど、意外としましたね。ちょっとナナの白原さん。あの白原さんが回してくれました。回してましたね。回してくださいましたよね。なのでいろいろね、結果だと思うんですが、でも。 ちょっとね、<あ>最近…そうだ、でもあれっすね、はい、あの木村さん、このお話しましょうよ<ー>せっかくなのでこちらのね、本のご説明これステーキー、素敵しかも結構、表紙からすごく上質な素材を使われて、ね、これは表紙が勝ってますねかっこいい本当に紙が僕は…これ、こ<の>まああれですよね説明すると映画のスピンオフ映画の脚本で落としたシーン、うん をあの脚本の高田さんと書いて、まあ、こういう日常の描写っていう何でもないデートのシーンみたいなのを最初書いてたんですけど、まあ、結果、まあ、尺の問題とかもあって入んなくてはい、はい、そのシーンをちょっと膨らませたりして木村さんにシールだけでこのシーンを再現してもらって伊藤沙莉ちゃんのなんかあのあれか、まあ、伊藤沙莉ちゃんと脚本の抜粋みたいな。 形でであれですよね、まあ、写真集写真集っていうんですかなんなんですかね,すかね <laughs> <も>これじゃあ,あんまないジャンルの本だと思うんですけど<え>これ今パラッと見ただけでより入り込めちゃいますねなんかあのこの作品のキーワードになってる言葉が「君は大丈夫で面白いもん」って言葉だと思っててこの作品ってあの言葉がある種救いになったり呪縛になったりうん、うん、なんかそういった言葉って 誰しもやるなすかそのくらい呪縛になるぐらい救いになるくらい言ってくれた言葉を言葉の人とどういう恋愛をしてきたかっていうのこの本を読むとよりんかこれ変んかそんなに文字量も多いわけじゃないのに妙に刺さりますよねこれ結構いい本ができたと僕は思ってますね。 まあ,あとそうあのまあ本編の中にまあその佐藤が映るんですでね撮るシーンがあるのでまあそれになぞらえてまあ佐藤が撮ったかもしれない写真っていうところで木村さんが佐藤の目になるみたいなことなんかまあまあ映画の本編のスチールは誰の目でもないというかすごい遠くから。 キャストの方たちを見てるっていう感じでやったけどまあこの本に関しては完全に佐藤の目にどうやったらなれるか、うん、みたいなことを考えてやってましたね、うんうん、でまあ全部映るんですで撮るっていうことを、うん、全部映るんですって深これは全部映るんですですなんかそうやっぱ佐藤の目になるにはまあ佐藤が本編では 映るんですを使っているのでそれの延長まあなんかこういう時間もあったかもしれないなっていうところに持ってきたかったから全部うつるんですですやりましたね、うんうん、本編にないところが映ってるからこそどんな恋愛をしてきたのかってより思うところがなんかより想像が膨らんでぐっときて。 しまいます今心がつかまれてしまいましたもし映画見て好きになってくれた方はぜひ手に取って見てもらいたいなって思いますねんかあの聞きたいことがあったんですけども木村さん最近本当に大活躍で映画の「の愛がなんだ」ですとか「はい、佐々木陰賀マイいん」など最近の話題作の写真ねたくさんご担当されてると思うんですけども普段のの写真と映画の写真の違い どういったところにあるか、うん、この話、まだ出てなかったと思うのですが僕は結構、まあ、自分のお仕事じゃない自分の制作とお仕事の写真って結構脳みそが分かれてるタイプの人間なんですけど、まあ、他の映画以外の仕事というのは、まあ、主に僕がいないと現場が成立しない場所なんですよ、まあ、ファッションでも。うん 広告でも音楽周りの仕事でも僕が現場を作っていく僕が撮らないと仕上がらないみたいな、うん、だけど映画はまあ映像の場所であって僕がいなくても全然現場もあるんですよね、うん、なんか存在がもうとにかく大きな違いで,、うんうん、でそこにどれだけ自分が入っていけるかみたいなことをすごく考える必要があるなと思っていて。うんうん うん、それにやっぱすごい精神を使う仕事だと思いますね、うんうん、でもなんか、まあ、さっきも篠原さんに振っていただいて話しましたけどなんかせっかくスチールとして入るなら何ができるだろうかみたいなことをすごく考えてはいて。場面写真以外にもっと できるるここととがあんじゃなないいかみた本当、今回で言うとそもそも写真使う演出をしたかったっていうのを相談してたんでめちゃめちゃ写真の役割大きいしなんなら結果的にはね宣伝ではすごい写真をいっぱい使ってそれ結構、それでで引っっかかた口すよねどんどん盛り上がっていく演出になるってやっぱり木村さんのね写真の力とても大きかったと思います。 なんか映画に何だろう別に愚痴でも何でもないんですけどやっぱりえ映,画を映画って映像だから、うん、本編を見るには映画館に行かなきゃいけなくて映画を知る最初の第一インパクトって写真なことが多いはずなんですようん、うん、写真家予告編で,、うんでまあ、映画のスチールって結構重要なものだと僕は思ってるんですね、うん、入り口になるものなので。そうでね、なんかそうもうちょいそれに 何て言うんだろうな単純に時間が欲しいですね <laughs> <laughs> 写真を撮る時間がなんか本当この森,森組はすごく本当によくしていただいたというか本当何もストレスがなかったので、うん、本当にありがたかったです、うん、なんかそのもうちょいなんだろうな多くの映画がポスター作りとかスチールとかももうちょい 映像と同じように均等にできたらいいなと思いますね、うん、んなんかこう僕、CM やっててよくし、あのー、CM 出演者の、まあ、タレントさんだったり役者さんだったりとかがやっぱこうこう時間がないかったりしてなんかちょっと奪い合いになる感じあるじゃないですか。でこっちはこっちで CM とかの時だったらいやいや、もうそんなのさもう5分で撮れよみたいなことを思っちゃったりもすることもあったりして。 っていうよりはね、もうちょっとまあ今回はだから宣伝のことまでは正直考えれてなかったと思うんですけど、やっぱ写真を使い演出したかったっていうのがあって、なんかすごいなんかね仲良くやれてましたね。仲良くっていうか本当仲良くできてたと思います。大体喧嘩になるんで、正直なところ、い大体時間で普段は撮ってるんですね。なので本当すごく健全なというと強いけど、すごいみんなが で,でもスタッフもこのま、うん、あのー、このこ写真も一つの要は映画用の素材の一つだからまこの時間は必要だよねっていう認識がすごそ,す、ね、それをすごい皆さん分かってくださっていてだからあ僕も本当に何倍にも返さなきゃいかんなみたいな気持ちがありましたね、うん、とにかくいい現場でした、うん、<laughs> 楽しかったです、ね、楽しかったです素晴らしい写真が改めて ね、こうやって見ると引きで見るともう超やっぱこの中で年代もいろいろあるしこれが一人の人に関わった人生のものなんだって確かにそうますよね。うん、だかからこ,こうなんか 自分の人生でも、はい、まあ違うけどこ,なんかこういうふうに置き換えて見てほしいと思うし、まあ、写真もそうだし映画もそうかなっていうか佐藤が見てきた何かなわけというかスタイルデパートメントさんの協力でやったけどなんかすごいい,いい空間だなってシンプルに思いますね、うん、ありがたいですね。うんうん 単純にやっぱこんな映画のお仕事をして写真を使っていただいたことが初めてなので大体、ちょっとした場面写真とポスターとパンフレットとみたいなもう死ぬほど撮ってるけどほとんど使われないことがほとんどなのでなんかこんだけしかもすごいいい形で使っていただいたのが本当初めてだったんでそれがすすごく嬉しいですね私ももう本当に改めて写真の力というものも感じる。 なんか映画体験でしたねありがとうございます本当に本編を見ていただくとよりね。そうですねもうめちゃめちゃキーポイントのところで写真使いまくってるところがあるんでプロマイドでしたら細くなっちゃうみたいなそうそうそう何気ない写真でもね本当にねでちょっとそろそろ十一時になりそうなのでそうですねねそうですねお二人にねご挨拶いただきたいんですけども どういう人に見てもらいたいかですとか、あの皆さんへのメッセージがあればねお聞きしたいです。土曜日のこの時間にね100人近い方がね見ていただいてちょっと待ってねあるかな。コメントもいっぱいもらってますね。ごな沙汰ね全然ちょっと読めなくて。フォトブック映るんだですだったんですね。ちょっと最後じゃ拾いますね。はい。フォトブック映るんですだったんですね。そうなんですよね。はい。はい。富士フィルムさんに。 あ、なんかお力になっていただいて、写真店やってますよね。ああ、ね、そうだ、今富士のあれはなんだ、なんだっけ、表参道にある富士のワンダーフォトショップでこの本に関する展示をやっていますね。うん、ちょっと解禁僕ちょっと分かってないんで、うん、<laughs> 調べていただいてやってます。でもそんな長くやってない気がするんで、添えていで行ってもらった方がいいかも、ねか。本に載ってない写真とかも展示してます。ありがとうございます。 お二人いかかがですかどんな方に見ていただきたいか、ね、これから見る方へのメッセージいただければなと思います、うん、木村さんからいやこれは誰が見ても、うん、なんか僕は、うん、すごい新しい表現とか誰もやってないこととかよりも、うん、すごいパーソナルなものを素直に作ってそ,、ね、それが 誰もが自分のことのように自分のことに変換して見られる作品映画に限らず音楽でも写真でもそういうものが一番強いと思っていてその力が確実にある映画だと思っているので例えば僕みたいにその90年代をリアルに生きてない人でも何かしら刺さることは絶対にあると思っているのでみんな見たらいいと思います。うん はい、なんか言い違えなんですけど、うん、やっぱこの映画って、まあ、見てもらった方もそう普通っていう言葉をすごい使ってて、うん、なんかあの本当に自分のことを普通だなって僕何回も思ったことあのいい意味でも悪い意味でも普通にうまくやられてるなって LINE を外さず普通にやれてるなと思うしなんかこんな普通な感じつまんないなってなんかそういう普通っていうことに悩んでる人。まあ っっっっててていいいうう人のたために作思があだから本当にある種いい意味でも悪い意味でも普通っていう言葉が近くに自分の近くにある人っていうのはなんか共感できるんじゃないかなっていうか共感してもらいたいなと思って作ったんで普通という言葉との距離がそうですね。っていう方にぜひ見てほしいなって思うしまあぶっちゃけそ世の中のほとんどの人なんじゃないかと思うんでいろんな人に見てもらいたいなって思いますね。 きっと持ち帰るものがあると思いますし、うん、本当にね、あの10年、十年後に見てもまた違ったところにぐっと来るであろし、うんしね、多分この作品、うんね、いつ見るか、誰と見たか、うん、いろんなことでね、また見え方があると思うし、一生付き合っていける作品に、ねね、なっていくと思うんですよね。うんうん だから、まずは今の年齢での自分でこの作品と出会ってみてね、もらえたらねだから、さっきも、最初篠原さんのと話したけどやっぱ、ネットリックスと映画館同時公開っていうのが多分、ジャパンのネットリックスで初めての作品なんでまある種、テストケースでもあると思うんですけどなんか、いいつき合い方を映画館で見て家でじっくり見るとか逆でもあるかもしれないし。先ほどコメントいいただてまもんんね。なかこう、 このせっかくのテストケースだから皆さんテストしてみてくださいていろんなね、うん、映画のとの楽しみ方、出会い方、ねね、映画館と家で見るあり方ご自身の中で模索していければねさら、ね、にね深度のある映画体験をね広げてくれそうな作品でもありますよね。うん、はい、はい、ということで本日の配信、うん、ありがとうございました言い残したことないですか、大丈夫でしょうか。渋渋谷、はい、渋谷で見るといい と僕は思いました。あの映画館渋谷ってないんですよね。あ、すごい最安な映画館になった。渋谷でやってください。じゃあね映画館見たと渋谷回ってほしい。渋谷もね新宿も新宿で見て。僕新宿で自分がやったんですけど新宿で見て。 そのままゴールデンが行くとかめちゃめちゃこの映画に適したね。それもいいし。そうですね。僕が言いたかったのは、僕あの撮この映画の撮影ぶりに夜の渋谷に今日来て、しばらく夜の渋谷に来てなかったんで、ちょっとやっぱその辺を歩いてるときにすごい気持ちになってしまってこの映画のことを思い出して。そうですね。ロケ地巡りがいがあるありますよね。なぜならすぐ近くで。すぐ近くで。そうですね。 ねなのでロケ地巡りとかをしていただいてもさらにね楽しい。東さんあれですよねインスタでもう早速させていただきますロケ地巡りリタダデさえ好きなんですけどこの作品はなんかもう本当にね一体になってました映画の中とあの今いる自分のいる東京が本当になんだろう一緒なんだなって思うとよりまたこの東京で生きることを抱きしめながら今日もちょっとだけ頑張ろうと思えるような。 感じになったのでで巡り、はい、とてもおすすめですめ、うんね、最後の一言とか言いながらみんな、も <laughs> うー、ね、でやるんだって思えないかな、<laughs> そんな感じなんですけど、まあ、で今回2日目だし、これからどんどんいろんな人に広がっていく、はい、なんかあの自分で思ったんですけど、萌、はい、えがさんの時点じゃないですか。はい 森永さん自身もまあある種森永さんの物語がこう見た人の物語に変わっていくまあ僕らのあのお仕事を介してどんどんバトンが渡っていくのでそうバトンが渡ってってなんか自分の中の死の七瀬だったり数だったりまあそれこそ香顔だったりっていう風ななんか自分に置き換えてどんどん見てってもらえたら本当に何か。 意味のある映画になるかなって思うんで、無駄な出会いなんて一つももうなかったんじゃないかなって思えて、自分の人生をね、今どんな状況であれ肯定できるようなね気持ちになると思います。はい。じゃあさよならしましょう。はい。お願いしますか。ありがとうこれもうしゃべれちゃう危ないですね。もっと本当はね行きたいんですよ。でもねあれですからね。一応今十一時三分ぐらいなので、一旦閉めましょうか。 せっかくなのでもし感想などがありましたらコメントをいただいていただければと思いますそして映画、鑑賞された方ぜひツイッターですとか SNS などでも SNS から生まれた物語だから SNS で広まってほしいですよね監督全部感想をチェックされてるんでもうすごいエゴサのリーちゃんもエゴサの鬼なんですけど。 それに影響されて俺もすごいエゴさするようになっちゃったので <laughs> <laughs> サイ莉ちゃんもちゃんも絶対見てると思うからイ莉ちゃんも素晴らしかったなもうサイ莉ちゃんについても考えないですよね。 まあ最,後まあ、最後とかいつベラベラべらべら喋りますけど <laughs> あ<の>最後回僕僕の一言でなんか俳優陣が本当素晴らしくてでもなんか見たことのないなんとなくみんなのイメージってあるじゃないですかうん、うん、っていう見たことのないとこを見たいなって思ってキャスティングいっぱいしたんで、うん、本当になんか新しい一面が、まあ、森山さんにしても沙莉にしても。うん 篠原さんにしても東出君にしてもなんか本当そういう俳優が本当に生きてるなって思ったんでぜひそれ皆さんにチェックしてもらいたいなと思います、はい、じゃあ終わりにしましょうはい。に皆さん素晴らしかった皆さん素晴らしかったじゃあこれからも応援をよろしくお願いします公開まだ始まったばかりですぜひ SNS でも感想お待ちしておりますでは皆さんありがとうございましたありがとうございました